跳ねないなって思っても繰り返し吹いてください。そうするとみたいな感じでですね、あの10回に1回とか20回に1回とか奇跡的に出ます。サックス奏者の孫岩城亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、久しぶりにサックスのレッスン動画を撮りたいと思います。まあ、最近はですね、あのいろんなもののレビューをしまくっていて、なんかちょっとショップチャンネル化してきたんですけど、まあそれ僕は大好きなんですけど、皆さんに役に立つ情報もやっぱ発信していきたいなと思いまして、過去の動画の中で特にお問い合わせが多かったこちらを取り上げていきたいなと思います。サックスでフラジオを出す練習についてですね、イエイ。はい、過去にあの僕本当にいろんなレッスン動画を出していて、指使いのこととかスケールのこととかいろいろ解説をさせていただいたんですけれども、やはり未だにですね、あのちょこちょこコメントいただくのがフラジオの出し方なんですよね。やはり皆さんフラジオ出したいですよね。もうサックス特にアルトを吹いてたらもう高い音出してなんぼみたいなところないですか？僕もやっぱりサックス練習していて一番ピンとこなかった練習何かなって思ったフラジオなんですよね。音が出る感覚っていうのもよく分かんなかったですし、できるようになってから思い返せばこうだったなみたいなことは本当にいっぱいあるんですけど、実際どういう道筋で練習したらいいのかっていうのがよく分からなくて、僕は本当気合と根性だけで乗り越えてきたんですけど、皆さんにはですね、ぜひ最短ルートを通っていただけたらいいなと思いますので、ぜひですね、あのフラジオの出し方ちょっと安定しないよって方とか、これからですねフラジオを練習していきたいよって方とか、フラジオって何って方とか、皆さんいろいろいらっしゃると思いますので、ぜひこの動画を見ていただいてですね、サックスのより楽しい部分ですよね、こうかっこいい部分にフォーカスできるかなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。というわけで行ってみましょう。はい、ということで、フラジオの出し方についてですね、本当にこう練習方法って人それぞれかなと思いまして、僕も過去に本当にいろんな動画を出してるんですけれども、それをあえて今回ちょっと復習せずに、今の僕がこうした方が出やすいんじゃないかっていう、アップグレード版を今日は皆さんにご紹介していきたいなと思います。過去に言ったことと矛盾することは多分言ってないと思うんですけど、ちょっと差があったらすいません。でも今あのお伝えしている情報の方がですね、この1年2年でより僕もパワーアップしたかなと思いますので、こちらの情報をぜひ優先していただけたらと思います。というわけで今回はですね、僕なりに4つに分けてお話をしていきたいなと思います。まず1つ目がセッティングの確認ですね。ここが意外と間違っているというか、やりづらい状態になっていると、後々やっぱりなかなか音が出なくてですね、非常にストレスになりますので、まずセッティングを確認しましょう。そして2つ目がですね、まずソを出してみようということですね。フラジオにおける最初の一歩はまずソなんですよ。こちらのソが出るかどうかが勝負になってきますので、これをまず今日は出してみましょう。そして3つ目、これも前に他の動画でご紹介したかなと思うんですけれども、フロントキーを練習してみようということですね。皆さんフロントキー使ってますか？サックスはですね、この前にキーがいろいろあるんですけれども、シのキー、これよく使いますよね。この上、こいつです。フロントキーって言うんですけど、皆さんあんま使ってない方多いんじゃないかなと思います。ただこれやっぱりフラジオの練習にはですね、かなり重要になってきますので、今日はこれを使った高い音を練習していきます。そして最後がですね、ラの音を目指してみようということですね。サックスで言うところのソっていうのはフラジオですよね。次に出やすい音何かなって思った時、ラなんですよね。これラが出た方はやっぱりその後上達早いなっていう印象がありましたので、今回はですね、この4つの項目に分けてお話をしていきたいなと思います。というわけで、まず一番最初セッティングの確認ですね。これ結構重要で、もう結論から申し上げるとですね、抵抗が少ない状態だと難しいよということですね。例えばすごく狭いマウスピースに薄いリードをつけているとですね、これフラジオ出ないんですよ。これどうやったらわかるかっていうと、サイドキーの音ですね。例えばこちらのレとかミとかファとか、この辺が普通に吹いてるのに当たらないと、下の音が出ちゃうようなリードだと、正直フラジオの練習しても絶対出ないんですよね。なので僕のおすすめとしてはですね、抵抗がよりあるセッティングで練習していただくといいかなと思います。なので具体的にはリードは薄すぎると難しいかなと思います。例えば2半とかでフラジオ出すって結構きついんですよね。なので3番以上でフラジオの練習はしていただくといいかなと思います。でマウスピースに関してなんですけれども、皆さんサックスやられてる方本当に2パターンいるかなと思いまして、こういうクラシック系のマウスピース使っている方と、あとはメイヤーとかのジャズ系のマウスピースを使っている方ですね。どちらがやりやすいっていうのは本
当に何とも言えないんですけど、僕の印象だとクラシック系のマウスピースの方が出しやすいかなと思ってます。っていうのも、まあリードとマウスピースの間の距離ですね、ここにこうリードがつくと思うんですけど、このリードとマウスピースのこの幅がですね、広いってなるとちょっと難しいんじゃないかなと思ってます。ジャズ系のマウスピース初めて吹いた方とかだと分かると思うんですけど、サイドキー出づらかったりしなかったですか？レとかミとかファとかちょっと外しちゃった方いらっしゃったんじゃないかなと思うんですけど、あとはもしくはまあリードミスになっちゃうって場合ですよね。メタルとか使っててピーってなっちゃう方は、逆にメタルだとリードミスしやすいんで、それってある意味フラジオ出やすいんですけど、ちょっとコントロールが効かないんですよね。なので、まあ、もしお持ちの方はですね、クラシック用のマウスピースの方がいいんじゃないかなと思ってます。テルマで言うと例えば C のワンスターとか180とか170とかですね。あとはですね、もうメーカーさんの楽器に付属してくるマウスピースですね、ヤマハのまあ 4C だったりカスタムだったりとか、まあ、そういったマウスピースはいわゆるまあクラシック向けっていうか、まあ本当に標準状態なので、まあ、割とフラジオの練習をするには向いてるかなと思うので、まあ、例えば今メイヤーとかで一生懸命やってたりとか、柳のメタルで一生懸命やってる方で出ないよって方は、ちょっと一回気持ちを切り替えてそういうマウスピースに変えていただくと、もしかしたらちょっと突破口ができるんじゃないかなと思います。次はリードについてなんですけれども、まあ、これも本当人それぞれなんですけれども、まあ、僕の体感だとファイルドカットですね、いわゆるその吹奏楽向けのカットですよね、青箱だったりレゼルブだったりとか、そういったカットのリードの方がフラジオはまあ安定するんじゃないかなっていう気がしてます。まあ、もちろんアンファイルドでバンバン出るとは思いますし、僕もあのジャズの時フラジオ使う時別にファイルドカットにいちいち変えてはないんですけど、やっぱアンファイルドってこうノイズが多いので、狙った音を出すって難しいんですよね。雑味も入りやすいですし、それこそリードミスなのか何なのかちょっと判断がつかなかったりする時もあるので、無難に青箱の3番にナチュラルな状態のマウスピースみたいな、その付属のマウスピースとかが一番フラジオ練習をするんだったらやりやすいんじゃないかなと思います。ある程度出るようになってきたら多分セッティング戻しても大丈夫なので、本当にこう何も出ないよって方はこういったセッティングですね、ぜひ見直してみてください。ちなみに僕はテルマーの 172JLV の GP、 まあリガチャは何でもいいんですけどね、リードはレゼルブの3プラスというのを使ってます。これは本当に僕的には普通のいつものセッティングなんで、特段フラジオ用ではないんですけど、まあよかったら参考にしてみてください。リードとかマウスピースのおすすめは概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、では今度はですね、早速実践に入っていきたいなと思います。2つ目、層をまず出してみようということですね。フラジオはいろいろ理論的な、こうやったらこうとか、まあ、バイオ練習したらいいよとかいろいろありまして、バイオ練習はおすすめなんで、よかったら僕のところ見てもらいたいんですけど、これちょっと遠回りしてるとなかなかですねフラジオ出ないですよね。でイライラしてきちゃうので、もう早く出しちゃった方が僕はいいんじゃないかなと思ってます。なのでもう指使いお教えします。あっという間です。まず後ろですね、はい、オクターブキー押します。そして左手はですね、僕は一応 C フラットっていう風にお伝えしてます。 C フラットに右手がですね、ファのキーですね、これをまあ押します。でこの時にできれば中指で押すといいです。後々いいので、ちょっと騙されたと思ってやってください。そしてサイドキーですね、この TA っていうのを押します。そしてもう一個ですね、ファシャープの時に押している C5 っていうキーがあるんですけど、ちょっと細長いやつですね、これを薬指で押します。右手の形がなんかこんな感じになるんですけどね、中指で TA とファの指、そしてその下に長いのがあるので C5、 これを押すと、でオクターブキーをして左手は C フラット、これでフラジオが出るんですよ。ちょっと出してみましょう。はい、これが高い層でございます。過去にですねご指摘をいただいたんですけど、左手これ C フラットでも C でもどっちも一緒じゃないかというご指摘を受けたんですけど、その通りでございます。何なんでしょうかね。右手ファのキーを押した段階で、このちっちゃいキーはもう押されてるんですよね。なんで、左手別にこのビスキーを押そうとしなくても、普通に C でいいんですけどね。なんか僕 C フラットで習ったんですよね。なんでだろう、わかんないです。なので、まあ左手は C のキーで大丈夫です。はい、クリアに出ますね。この層をまず出せるようにしてみてください。でその時のまあ練習方法なんですけど、繰り返しですね、何回も吹き直すのがいいと思います。例えば失敗するとどうなるかっていうと、こんな音が出るんですよね。こっからみたいな感じで、うわ
ーって層が当たるってあんまりなくて、フラジオをあんまり出したことない方の感覚で言うと最初から出るんですよね、フラジオ当たってる時は。なので、あー出ないなって思っても繰り返し吹いてください。そうするとみたいな感じでですね、10回に1回とか20回に1回とか奇跡的に出ます。そしたらそれ忘れないように繰り返し繰り返し吹いてあげてください。でフラジオの練習していると結構噛んじゃうんですよね、縦に噛んじゃうとリールがどんどん潰れてきて、今度息が入らなくなってきて、で余計にですねフラジオ出づらくなってくるので、なるべく口はリラックスしてください。でこのフラジオが出てる時の感覚ってじゃあどんな感じっていうと、全然息使ってないんですよ。びっくりするぐらい息を使わないで音が出るので、ちょっとこれも慣れが必要なんですけどね、思いっきり吹くと絶対フラジオ出ないので、優しい息で細い息、そして口の中は広すぎないようにちょっと気をつけてやってみてください。でこう指使いがまず大変なので、これをじっくり練習していただくといいかなと思います。ではですね、実際に指使いやりながら音出してみたいと思いますので、ぜひ一緒に構えてみて指をチェックしてみてください。こんな感じでございます。はい、では続きまして、これはですねフラジオではないんですけど、フラジオを出す感覚を学ぶ練習ということで、フロントキーを使った練習やってみましょう。これはどういうことかっていうと、左手のですね C のキーの上にこのあんまり使わないボタンついてますよね、これフロントキーって言うんですけど、これを使うとですねサイドキーのこちらのミとファを出すことができます。でなんでフロントキーを使う必要があるかっていうと、ジャズの方とか結構使うことが多くて、もうこのミってサイドキーのミよりもちょっと太い音が出るんですよね。こんな感じなんですよ。まずサイドキーのミ吹いてみます。これよく聞き覚えのある音質かなと思うんですけど、このフロントキーを使ったミだとこんな感じです。はい、ちょっと属性違うの分かりますか？なんかこう筒状っていうか音太いですよね。なので、ジャズの方よく使うことが多いんですけれども、音太くするのが狙いではなくて、今回はこのフロントキーを吹く時の感覚っていうのを、高いフラジオとか出す時に活かしていただきたいということですね。口の感じとか音が出てる感じが非常に似てるので、ぜひやってみてください。では早速指使いですね、やっていきたいと思います。まずオクターブキー押します。で左手高いソの指使いやってみてください。 1,2,3 と人差し指中指薬指押さえます。このままだと高い層が出ると思うんですけど、この状態でですね左手人差し指をこのフロントキーに置き換えます。そうするとこの人差し指と中指の間にちょっと距離ができるんですけど、これでミが出ちゃうんですね。ちょっと吹いてみましょう。こんな感じですね。はい、わかりましたでしょうか。こんな感じで高いミを簡単に出すことができます。これもなかなか最初は出ないと思うので、繰り返し吹き直して吹き直して音の始まりからですね切り替わるように練習をしてみてください。でこれが出たらもう簡単です。薬指離すとファが出ます。はい、こんな感じでございます。でいきなりファを出すってちょっと難しいので、単体でまずファの練習はしていただきたいんですけど、ミを出してからファにつなげる方が楽ですね。やってみましょう。はい、いかがでしょうか。こんな感じでですね結構簡単に出すことができますので、練習してみてください。でコツとしては、さっきとフラジオと似てるんですけどね、息は全然使わないですし、あとは特にフロントキーの場合はですね、タンギングをしない方が僕は出やすいと思ってます。ふーって吹いてあげるとそのまま今みたいな感じで音出ますので、で、ちょっとなんて言うんですかね、これ合ってんのかなっていう妙な抵抗感なんですけど、フロントキーっていうのはそういうもんだと思ってですね受け入れて練習をしてみてください。では実際にですねフロントキーを出す練習をした後に、サイドキー吹いてからフロントキーに行くっていう練習もちょっとやってみたいと思います。これは少し中級者向けになっちゃうんですけどね、サイドキーの音を吹いてフロントキーを吹く、サイドキーを吹いてフロントキーを吹くみたいな感じで交互にやっていただくと、サイドキーの出し方もですねフラジオにちょっと寄ってくるので非常に安定しやすいんでね、やってみたいなと思います。こんな感じでございます。
はい、ここまでいかがでしたでしょうか。いろいろ難しいこと言っちゃったんですけれども、一番最後ですね、ここまでやれると、より上達のステップが早く進むんじゃないかなと思います。というわけで4つ目はですね、ラを目指してみようということですね。先ほど出していただいたのはこちらの高いソなんですけれども、その全音上ですね、このラの音っていうのが、そっから上のフラジオの世界の扉みたいな感じなんですよね。ソのフラジオっていうのは正直口が安定してなくても指使いさえ合ってれば出やすいんですけど、このラっていうのは本当の意味でのフラジオの第1音目みたいな、なんかそんな感覚に近いかなと思います。いろいろ難しいこと言ってますけど、出ちゃえば簡単なのでやってみましょう。で、指使いですね、これ非常に簡単です。3パターンあるので、まず一番簡単なものからお教えしたいと思います。まずオクターブキーを押します。で、さっき高いソの指使いやっていただきましたね。まずそれ作ってみましょうか。 1,2,3,3 つ押さえます。この状態から人差し指を離します。これでラが出ます。はい、信じられないですよね。ちょっと吹いてみましょう。ちょっと指使いお見せしながらやりますね。オクターブキーを押して中指薬指といきます。はい、こんな感じです。ただこれだとちょっと安定しづらいので、もう一個指を足します。この左手はこのままで、右手 1,2,3,3 つ押さえちゃってください。これでラが出ます。いきます。いかがでしょうか。こっちの方がですね、より安定しやすいと思います。で、もう一個の指使いはソが出てからでいいんですけど、左手ラの指使いやった上で、さっきのソの指使いに近いんですけど、右手中指でファのキーを押さえます。サイドキーの一番下の中指の付け根で押さえます。人差し指でその隣、これ TC って言うんですけどね、サイドキーの真ん中を押さえます。これでもラが出ます。はい、いかがでしょうか。これもですね、非常に安定しやすいので、ぜひ練習してみてください。一番簡単なのは2つ目ですね。左手を2つ押さえて、右手を3つとも押さえると、これが一番ラが出やすい運指なので、ぜひ試してみてください。左手だけでも出るよって言ったのは、結構これもですね、出る人は出るんですよ。右手を押すと出ない方もいたりして、これ微妙に抵抗感が違うので、両方試してみてください。で、最後の3つ目のパターンはですね、このソからラに行くっていうのは非常にやりやすい指使いなんですけど、これはちょっと上級向けになるかなと思うので、また要望があればですね、この辺のちょっと連結の練習は別でしたいと思うんですけれども、まずは今日はちょっとラを出す練習ということなので、これを繰り返しやってみてください。これはですね、本当に感覚としてはですね、間違えてるっていう感覚です。リードミスしちゃったっていう感覚に近いと思います。実際これピーって音、リードミス状態ですよね。これ真ん中のレとか失敗した時にラーって鳴ってるんですけど、気づかないですよね。なんですけど、実はそれフラジオですよっていうことなので、これはちょっとコツっていうコツがいまいち、僕もごめんなさい、わからないっちゃわかんないんですけど、やはり出だしから出ないと出ないんですよ。だんだん上がってきてラに行くっていうのはちょっと不可能で、一発目がラが出るか出ないかっていう、その二択になってきますので、これも繰り返し繰り返し練習をしてみてください。タンギングをするかしないか、もう本当に人それぞれなので、タンギングをつけて練習するバージョンと、つけないで練習するバージョン、ちょっと試してみていただいて、どっちか一発でも当たればそっちの方向でまずは安定させていただいて、できるようになれば別にどっちでも音出ると思うんですけれども、ぜひやってみてください。このラが出るとですね、そこから上はほとんど指使いを覚えちゃえば出ますので、ドまではいけますね。ラが出ればラシャープ C、 ドまではいけるかなと思いますので、ぜひ練習してみてください。高いラーって伸ばしたりすると非常にですね、かっこつけられるので、皆さんやってみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日はですね、フラジオを出す練習ということで、前のちょっと焼き直しになっちゃうんですけどね、やっぱりよく聞かれることが多かったので、こちらちょっとまとめさせていただきました。皆さんフラジオ出すとやっぱり気持ちいいので、ぜひやってみてください。そしてごめんなさい、僕は補足です。今更補足なんですけど、今のアルトの指使いなんですよね、高いソっていうのは。なんですけど、テナーサックスでもし高いソ出したい方いたら、この右手ですね、中指でファを押して T8 とあと C5 みたいなご説明したんですけど、中指このファのキー押さなくて大丈夫です。なんでサイドキー横1個とこのビローンって長いやつですね、この2つを中指薬指で押していただくとソが出ます。で、左手は C フラットじゃ良くないので、高い C ですね、高い C、 中指サイドキー一番下、薬指のこの 1,2,3 3つの指使いで
テナーサックスは高い層が出ますので、すいません、コメントでも何人かの方にご質問いただいたので、アルトの指使いでそのままテナーのフラジオ行っちゃうと低くなっちゃうんですよね。なのでここだけちょっと気をつけてみてください。というわけで、今後もですね、こういったレッスン動画も、たまにはやっていきますし、もちろん今やってるものの紹介みたいなのもやっていきたいなと思いますので、リクエストありましたらぜひコメント欄で教えてください。 Twitter やブログもやっておりますので概要欄から遊びに来てください。というわけで今日の動画はここまでになります。もしよかったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。Longing for. Let's fly down south to Austin or to Ecuador just to drink pina colada on a hot, wet summer's day.